強くなれる理由を知った。僕を連れて進め、どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。ということで、シンガーソングライターとおきましてどうぞよろしくお願いします。だいぶ無理して歌った感がありますけど、グレンゲちょっとね、リサさんはもう女性の中でももうトップクラスの最高音と、まあ、歌唱力ありますので、ちょっと無謀にも少しだけ挑んでみたんですけどダメでした。ということでちょっと今日はミックスボイスについてお話ししていこうと思います。でですね、まあ冒頭のね歌を歌ってきながらお前が行くのかっていう話してたんですけど、今日は高い声を太く発声するっていうことのミックスボイスがあると思うんですけど、高い声についてちょっとお話ししたいと思います。高い声ですね、まあ強くなれるのこの音程としてはもう、もうミドル E からミドル F という辺の、まあ、普通女性だったらまあまあ普通に出せるんですけど、もう男性の場合もここからもミックスボイスもうバンバン使わないとダメですよって音域を普通に出してるんですけど、この高い声を発声することについて、まずメカニズムとそれを出す感覚意識、どういう感覚を持てば高い声が出しやすくなるのかについてお話ししようと思いますですね。高い声って皆さんどうやって出すか皆さんもうご存知ですかね。もう動画を見ている方も結構ね、こういう動画をよく見ている方、勉強している方、もう理解している方多いと思うんですけど、高い声を出すためには何が一番大事だと思いますか。問題です。高い声を出すには何が一番大事でしょうか。発声の感覚、練習の方法、チッ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 ポーンということで、答えは裏声ですね。この辺の私の動画で何回も言ってますか。あー強くなれる理由を知った。もう発声としては裏声をしっかり出せるような状態でミックスボイスをこう混ぜていく、もしくは地声感を少しずつ混ぜていくっていうのが一応まあ正しいというか、練習のアプローチとしてはおすすめとして正しいです。でそのとこに地声感を後から加えていくことによって、強くなれる理由も知った、僕を連れて進めみたいな感じですね。このまあ最後はミドル、あ、ごめんなさい、ハイ B フラットかなぐらいになると思うんですけど、まあ一応男性だったらもう完全な裏声ベースのミックスボイスになりますので、まあちょっとミックスボイスの話ももちろんそうなんですけど、この高い声を出すことについて正しく理解してないと、まあよくあるのがやっぱり地声の張り上げとかですね、あー進まーみたいな声になるね、声になったりとか、進めーってこう声が上がりきらない、これはやっぱりつまり裏声、さっき言った裏声で高い声を取る、これ裏声というのは声帯のテンションですね、この声帯がある、この中の声帯が伸びることによって音の高さが出ると、その声帯のテンションによってのみ音の高さが取れるので、それを理解しないとあーって強い力締め付けだったり、あーって思い切り強い息でしか出せないカットになってしまいます。それは取れないし音続かないです、声は潰れますということなんで、まあ高い声を出すということについて、まあまずちょっと今日もね絵を描いてきたんで、こんな感じでじゃん、名前がまだ決まってません名前引き続き募集中です。この横向いてる感じですね、こういう感じで横向いてて、でまあ歌ってますと、なんかまあさっきのリサさんがねグレンゲ歌ってますと、でこの歌ってる時のこれ、まあこのモニャモニャとこれ声帯ですけど、あこの声出す音の部分ですね、この声帯がここにあります。でこの赤い矢印、これは感覚意識を持っていく感覚です。ここ声帯ありますね、この声帯は高い声を発声するときは後ろに持っていく感じです。ちょっと前の動画で太くする、声を太くする感覚っていうのは声帯を前に持っていくってお話したんですけど、今度高い声を出すっていう感覚は逆で後ろに持っていく感じです。まあ裏声が一番分かりやすいと思うんですけど、裏声出すときってまあ普段喋ってる地声がだとすると、地声は前に声帯が行く感じです。太さは前、ただ高い声、裏声、声帯のテンションというのは逆に後ろに引っ張られる感じですね。この辺の喉の声帯、この声帯がこう後ろに引っ張られる感じです。
この引っ張られる感覚が声帯のテンション、つまり高い声を出すということにつながります。はーってこういう感じですね。はーって後ろに引っ張られてって、でこの後ろに引っ張られてたままだと、さっきみたいに裏声、つまりファルセット、息漏れの多い弱々しい音になってしまいます。はーっていう感じなので、まあここに一応上に矢印が最後ついてますね。ここの部分がなー、後ろに引っ張られてた音のイメージが今度最後は後ろに行って消えちゃうんじゃなくて、この後ろに引っ張られてたイメージがこう前の方に最後持っていく感じです。ちょっと矢印が足りないな。こういう感じで、こういう前ですね。なのでこう響きがこの辺に感じてるから、このウニョウニョってのが響きです。声の響き、まあこれもちょっと実際声というのはもう鼻、喉、鼻腔、ここの共鳴腔でしか声は出ないんですけど、響いてるイメージとしてはこの頭、おでこら辺ですね。なのであーって後ろに引っ張られます。でその引っ張られたそのイメージ、今度上の方に来て、前の前上の方に見えないよみたいな感じです。多分こう引っ張られてから、もう一回最後上の方に持って、前の方に持っていかれるっていう感覚が、高い声を出すには非常に、まあ結構ね、どういう風にしたらいいか分かんないっていうことに方としては、この矢印の感覚をちょっと参考にしてもらうと、高い声を出すっていう感じをつかめると思います。感じとか感覚ばっかりでね、非常に申し訳ないですけど、この感覚をまずしっかり、矢印もう自分のーって後ろに引っ張られる感覚と、この引っ張られたまま今度上の方に持っていく感じをしっかり持って、イメージを持ちましょう。音としてはまあ一応ミドル C、ここだと多分だいぶ低いと思うので、まあミドル G ぐらいがいいかもしれないですね。女性はミドルだとちょっと弱いので、ハイ A とかハイ B になると思うんですけど、最後に引っ張られた音を、あーと今度は逆に、あーって後ろに引っ張られた音を今度前、後ろ、一回上を通りながら前の方に飛ばしていく感じですね。なので、あーと後ろに引っ張られ、あーで、ちょっとこの前に、また上に行き前に行く感覚は、その前回の動画の太い声を出す感覚と結構混じってくると思います。後ろに引っ張られた裏声の感じ、声帯のイメージをこの前の方に持ってくることによって、この太さが出ると。これがちょっとね、なんか矛盾、なんか後ろに引っ張られて前ってどういうことよと思うかもしれないですけど、引っ張られることによって声帯のテンション、声の高さで、前の方に戻していくことによって、今度は声帯の閉鎖、太さを取ることができる。つまり高さと太さは両方を、発生するのがまあミックスボイスなんですけど、この後ろと前、この感じをうまく同時に発生することによってミックスボイスができるなということです。まあ一応今日はね、高い声を発生するということの、まあメインのお話なんで、あーって後ろに裏声、発声は裏声です。音としてはミドル G、 まず後ろに引っ張られます。で引っ張られた後、上の方に持っていって、ちょっと前の方に飛ばしていきます。っていう感じですね。裏声だと多分その息漏れが多くて弱らしいので、上に持っていきつつ前に倒すことによって、やっぱりさっき言った太さ、閉鎖がされ加わるので、裏声に閉鎖が加わり、ヘッドボイスにしやすくなると。でこれがミックスボイスの発声のまず一つ大事なポイントになりますと。でこの高い声を発声する感覚を持つことがなぜ大事なのかというだけ、ちょっと最後に一個だけお話ししておくと、まあ当然その前々、まあ、繰り返しになりますけど、地声の張り上げ、つまりあーってこう力強くしたり、あーって強い息で取れると思っている方にとっては絶対に必要なことなんですけど、高い声というのは弱い息でも弱い力でも出せるんです。あーって裏声、弱い声で出せますよね。裏声ってすごい強い力とか締め付けて出してないはずなんですよ。あーあー普通の裏声です。なのであーあーとかっていう、力んだり強い息で裏声を出す人っていないと思うんですよ。まあ、つまりこの時点で高い声を出すっていうのは強い力も強い息もいらないってことがもう証明されています。じゃあミックスボイス、高い声ですよね。まあ皆さんがイメージしてる高い声太くなんで、高い声を太く出す時にも、高い声を出す時には、まあ、
太く出すという部分はプラスアルファついてますが、もうさっき言った裏声の状態のハーっていう普通の弱い息、つまり、自然な息の流れ、喉も普通リラックスした状態で高い声は出せてるので、その状態は変わらないってことです。自然な息で喉はリラックス、この状態は変わりません。でここに太さを加えていけばミックスボイスになるってことなので、まあ、太さを加えていくコツについてはいろいろね、前回までとかいろいろ動画で出してますんで、そこは見てほしいんですけど、まずは高い声を出すためには声帯のテンション、裏声、後ろに引っ張られていく感覚が絶対に必要です。これがないと高い声は出ません。ということで、この地声感と裏声感というのは声帯の閉鎖とテンションの違いになってくるので、ミックスボイスで高い声出すときにはもうふわーって後ろに引っ張られる声帯のテンション、まあ、つまり裏声の感覚の発生ですね、発生の感覚、これをまず自分の喉でしっかり覚えさせてあげて、そのテンションをしっかりキープさせた上で地声感の太さを加えていくということが、まあ、一応高い声でかつ太くするということにはつながるということなんで、まあその、ね、ちょっと高い声と太くを同時に考えちゃうと混乱すると思うので、まあ、それぞれどういう要素が必要なのかとまず考えてほしいという、あの覚えてほしいというか理解してほしいということなの で今日はその高い声ですね、裏声を、通して声帯のテンションを後ろに引っ張られて前の声を飛ばすような感覚で、裏声が高い声を出すために非常に重要な感覚、まあ、さっき言った、後ろに行き前、上を通って前の飛ばすという感じで、最後、もう一回グエンゲ歌って終わりたいと思います。後ろに引っ張られる感じです。皆さん、あのもしよければ一緒に歌ってほしいんですけど、強くのこの部分だけですね、裏声でやってもらっても構いません。入り方は1、2、3、4で入ります。1、2、3、4、強くなれる理由を知った、僕を連れて進めみたいな感じですぜひね、裏声の感じをまずしっかりして、裏声で今の練習してもらってもいいと思います。で裏声で練習しつつ、ちょっとずつ太さを取るっていう順序がいいと思いますので、ぜひね、このテンション後ろに引っ張られて上の方前の方へ飛ばしていく感覚を、ぜひイメージ感覚入れてもらって、ミックスボイス練習に役立ててもらえると思います。では、ね、リモートとチャンネル登録して、また次の動画でお会いしましょう。